マルームスプレゼンツロックアウト2024ボリューム5、本日のメインイベント、ノックアウトブラックフェザー級王座決定戦、3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー、日本クロスポイント吉祥寺、170センチ、57.4キロ、クリアキー勝負。ノックアウトでは初のタイトル戦、戦慄の左フックでベルトダッシュへ、クリアキ翔吾。中国ヨーチャンタイトクラブ CFP、 166センチ、 57.4キロ、中年新風。文句なしの実績とインパクトでタイトルマッチにこぎつけました、中年新風。中国から駆けつけたファンたちの姿を捉えました。ノックアウトブラックフェザー級 57.5キロの王者が今夜決まります。流星が返上したベルトです。解説は高崎慶三さん、記載タイム選手アンジー日和さんです。お三方お願いします。お願いします。記載選手も戦ったチームシーフが登場、どういうところ楽しみにされますか？そうですね、パワーもあるんですけど、なんていうのかな、打ち合ってる中でいいタイミングで降ってきたりするんで、そういう細かい技術もある選手やなと思ってます。クリアキの方はどうこれ入るかですよね。そうですね、けどクリアキ選手やっぱ一発あるんで、期待したいですね。高崎さん、はい、互いにパンチ力があります、はい、一発で終わるかもしれない、瞬き厳禁の戦いですね。いや本当そうなんですよね、2人とも倒し方たくさん持ってるんで、何で決まるかわからない。どちらが勝っても新王者誕生です。左フックから右ミドル、クリアキです。戦慄の左フック、右のハイパワーがあります。あ、右だ。チームシーフの右のフック、ストレート、この圧力、ストレート入ってくる。立ち上がり左ミドル、表情は落ち着いています。クリアキです、迎え撃つか。左フック、少し低いんじゃないかというクリアキのアピールです。左ストレート、ガンガンいきますね。そうですね、もう最初から全力ですね、2人とも。距離感など久井選手どうでしょう？そうですね、前半ほんま3秒ぐらいはクリアキ選手がいい感じだったんですけど、クリアキの足が止まる。左フック、左フック返した。ポイント、チームシーフ。序盤から打ち合いだ。ワンツー、チームシーフ少し距離ができる。アンジーさん息ができませんね。体が硬そう、そもそも、頑丈な体です。体罰の高い山岳地帯に苦しみます。日常そのものがトレーニングというチームシーフです。クリアキも出てきたチームシーフに対して迎え撃ちました。チームシーフ選手空気読まんと入ってくるんで、はい、クリアキ選手はやりづらいと思いますね。おー、バックスピンキック。今後はアンリミテッドルールも中心に戦っていきたいというクリアキ。これが70戦目、区切りのタイトルはいきなり、はい、これで前回日本の本山を下したチームシーフです。ヘイキック危ないですね、パンチだけに意識が取られてしまってはこの左のハイがあります。のしのしと前に出てきます。飛び膝、距離が近い、頭がぶつかるぐらいの距離です。奥足蹴ってくる、中央に行く、左から右、少し動きが止まったクリアキですが大丈夫か。バックハンドブロー追ってくる、右フックから左ストレート、ど真ん中からねじ込んできます。バックハンドブローだ。ロックブローとか珍しいですね。普段はベルトに距離を興味を示さないクリアキなんですが、まあ、今回は九州の祖母が今年で4回手術をしていてかなり危ない状態だと言われていると、ベルトを取ってそのベルト姿を見せたいと話していますクリアキ。ボディーから上、チームシーフ手数も非常に多い。左だ、左フック、クリアキにもこの左のフックがあります。手数止まらんすね。そうですね、第1ラウンドもうあっという間、今終了です。流星が返上したベルトを争います、フェザー級の王座決定戦。どうすかね、
サイ選手、率直にどうでしょう今。いやチュン・ムジウム選手ずっとガンガン行って、はい、けどその想定はやっぱり栗明選手もしてると思うんで、次どうやって対応するのか楽しみですね。実際手を合わせた時何が強いなって思いましたか。やっぱプレッシャーずっとかけてくるのが自分は鬱陶しかったですね。いい意味でのマイペースさんってことですよね。そうですね、自分のリズムでテンポよく手数を出してくるチームシーフ。セコンドには兄の栗明和樹さんがついています。兄弟で高崎さん、はい、2人で練習してきたこともあるんですよね。そうですね、で、まあ、地元の時からねずっと2人でやってるんで、はい、2歳年上の兄和樹さんもセコンドにつきます。2年間で5つのベルトを手にしたこともあるという栗明に対してチームシーフ、やはりパワーは相当なものです。第2ラウンドです。背中見えているのがチームシーフ。チームシーフ選手見合う時間がないですね。あちょっとゆったりとしたその栗明のペースっていうところに付き合わない、ね、そこを空気読まんと言ってるんで、はい、あ左ミドル重たそうだ。左ミドル、ミドルを返す栗明、右ミドル返していきます。膝だ、フックからストレート、これは見切っています。頭が少し当たったようです。リジャブポンポンポンとついてきます。ノックアウトで中国人初のチャンピオン誕生なるかというチームシーフ。栗明もノックアウトのベルトはまだ取ったことがありません。ノックアウトでのタイトルマッチもこれが初めてです。栗明の右の脇腹かなり赤く変色しています。左ちょっと今下に意識いっていたかもしれません。右ミドル返す、左フック合わせていこうというところですが距離が近かった。栗明選手これまで負けた試合でもこんなに攻撃もらってることないんじゃないですかね。非常に目がいいことでも知られる栗明。左ハイキックだ、ま、たボディーハイキックとミドルがあんまり見えてないですね。あ左フック合わせていこうという栗明、区切りのタイトルマッチ。やはり中国のチュームシーフ馬力もあります。バックハンドブロー、たびたびこれ出してきます。右ジャブポンポンとつくところに右のミドルキック合わせていく栗明。アンジーさんも黙ってしまいました。なんか1ラウンド目で倒せなかったら切りそう。けうなずいた栗明、ハイキック。チームシーフ目を見開いてパンチを返してくる。打ち合いに応じるか栗明、ボディ、チームシーフボディから上、膝、栗明の膝、うわーだい、左のパンチ。いいのもらってるんですけどね、チームシーフ選手も、ちょっと右の目の下のあたり腫れています。チームシーフ残り30秒、押し込んでボディ削ってくる。うわーキック、怖い、ガッツ、動きが止まった栗明、大丈夫か。早くやらせろと言わんばかりチームシーフです。勝ち気十分、中国にベルトを持って帰る準備は整っています。栗明、ナイス右だ栗明、右ストレートからフック、第2ラウンド終了です。厳しい、厳しい。このラウンドロングボールの注意が与えられております。かなり出ています。栗明選手はもう次倒すしかないですね。久井選手、こんなに打たれる栗明ってあまり見たことないですよね。そうですね、見たことないですね、あんまり。ずっと距離が近いんやと思うんですよね、栗明選手は。近づかれてると思うんで、はい、そこがやりにくいんじゃないかなって思います。栗明もこの自分のペース、テンポっていうのにいつも相手を巻き込むんですが、相手が多分待ってくれるから、はい、それができると思うんですけど、チームシーフ選手はそこ空気読まずに前に前に来るんで、はい、それができないと思うんですよね。クロスポイント吉祥寺の栗明翔吾、小笠原栄作選手も相当相手はパワーがあるので厳しい試合になると思うと
早い段階でできれば一発当てたい。後半になるとちょっと勝負に分が悪い気もするというふうな話はしていましたが、ただ栗明今見る限りまだスタミナ十分残っていそうです。左ミドル中央シーフ足を止める栗明、打ち合ってるか危ない、この打ち合い左ハイ前足蹴っていく、ストレート、ハイキック、ストレート、右フックからストレートにつないでくるチームシーフ、ボーディー、またボディー、いや、返した、戦慄の左側で前蹴りです。ガードの上からでもお構いなし、そこに行くまでね、あの細かいジャブがね出てるんですよね。アッパーキック、下がったチームシーフ、クリア、今いけるか、フック、ストレート、クリアキももらっています。クリアキはタイトルマッチはおよそ5年ぶりになります。ノックアウトでは初のタイトルマッチです。あ、ちょっと疲れたかな。これがまあ一つ懸念されていた後半ですが、右フック、左フック、パンチは全然死んでないですね。一発があります。左フックだ、トイレチームシーフ、もうちょっと下がったか、クリアキ、ハイテック、左フック、最後入れ替える、膝だ、ダウン取りたい、左フック、チームシーフも下がりません、また前に出てきます、ちょっと被災選手、チームシーフの動きも落ちましたか、そうですね、初めに、前半に比べたらちょっと落ちたかもしれないですね、バックハンドブロー、バック肘になってしまいました。また頭をつけます、左ミドルキック返す、クリアキ、ワンツー、アリセゲリ伸ばし回転蹴りです。日中対決、左フック、クリアキ詰める、クリアキ詰める、クリアキミドルキック、コイトチームシーフ下がらない、ちょっと下がった、ハイキック、これは届かない。右フック、クリアキも動きが止まった。クリアキも、チームシーフも、両者もらっています。打たれ強いですね、お互い。残り30秒です。いや、高崎さん、この30秒大事ですね。そうですね。ちょっと硬直しますか。アッパーは空振り。体を預けて、ミドルキック。クリアキが入れる、バックハンドブロー、どっちだ、さあくるりと体を入れ替えました、クリアキです。ここで試合終了、クリアキと戦い合います。試合の行方は安定にということになりました。再選手どうでしょうね、すごい打ち合いでしたね今、最後どっちも効いてましたよね、効いてましたね、いや普通やと倒れてますよあれ、クリアキ選手のパンチ、いや打たれ強い頑丈なチームシーフ、確かにキャリアの中でクリアキもこれだけ打たれたという試合はなかったかもしれません。ジャッジ大沢29対28、赤チームチーフ、まずはチームシーフ、ジャッジ北尻29対29、ドロー、2人目はドロー、さあ3人目、ジャッジ昌白龍29対29、ドロー、ドロー、延長、延長です、1対5、延長戦に入ります。確かに見てみたい延長戦、3ラウンドでは決着はつきませんでした。1人は29対28でチームシーフを支持しましたが、残りの2社が29対29、クリアキ、クリアキとチームシーフドローということになりました。クリアキ選手が1ポイントを取ったのは3ラウンドだと思うんですよ、そういう意味では、流れは若干かもしれないですけどクリアキ選手にあると思うんですよね、はい、
そこがどう出るか。久井選手は最終ラウンドどのように見ますか。いやもう延長は気持ちですね。泣いても笑ってもこれが最後。この後ノックアウトブラックフェザー級のチャンピオンが誕生します。セブンアウト、セブンアウト。自分の顔を殴ります。チュームシーフ栗谷キバルクギリのタイトルマッチ。どうだ、グローブを今合わせました。ミドルキック、栗谷キバル蹴りに変えてくるか。ミドルです。一旦距離ができます。ミドルキック、栗谷も気持ちを見せる。切り替えてきた、膝だ。ただパンチもらった、パンチもらった。右フック、ミドルいいですね。ストレート、ちょっとこれ入れ替える形になった。クリアクチャンスか。このミドルいいですね。めっちゃガードの上からでもバンバン蹴っていった方がいいんでしょうか。そうですね、あ切れましたね。あそうですね、チュームシフの左目のあたりからカットが見られます。ミドルキック続けていく。これがキャリア70戦クリアキ。また新たな引き出しを上げてきました。右の膝、チームシーフはやることは変わらず、ワンツー、コーナー押し込んでくる。この距離嫌ですね。危ない、ミドルキック、クリアキも返す、蹴りだ。膝、スタミナは両者どうか。ビッグヒット欲しいですね。ボディから攻めてくるチームシーフ。ああ、かかったか。あすかさず再開です。左ミドルキック、ミドル切り返す、クリアキ気持ちを見せる。残り1分半、バックハンドのモーションだけ狙っています。ボディストレート、クリアキも口を開いて呼吸しています。久井選手エクストララウンド、これ厳しさですね。そうですね、ここはまあほんま気持ちですね最後。アンジーさん今どう見えてますか。打たれ強い両者とも、そうですね、このミドルが印象いいですね、はい、選手バックハンドブロー、ジャッジがこのミドルどう取るかです。闘病中のおばあちゃんにベルトを見せたいと、クリアキ右ミドル左ミドル、中国にベルトを持って帰りたいとチームシーフ。この距離が嫌ですね。そうですね、まあ、コーナー背負いたくないですよね。確かにここの前に行きます。飛び膝、気持ち強いですねやっぱり。そうですね、手が止まりません。被災選手とやった時もチームシーフこの気持ちの強さありましたもんね。そうですね、ずっと手が出てきます。ラスト20秒、ミドル前蹴りはクリア、ストレート、ワンツー、ねじ込んできたチームシーフ。膝、クリアキも膝を返した、バックアンドブローは空振り、クリア外している、わー、胴回し回転蹴り、ここで試合終了。わからない、チャンピオンはどっちだ。あーコーナーに登って勝ちを確信したかのようにチームシーフがアピールします。俺が勝っただろというふうに今アピールしています。ノックアウトブラックフェザー級リュウセイが返上したベルトの王座決定戦。もう1ラウンド延長見たいぐらいですけどね。もう延長はマストですよね。マストですね。少し集計にも時間がかかっているかもしれません。日中対決、チームシーフかクリアキか。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ昇白龍10対9、赤チュームシーフ。まずは赤チュームシーフ吠えました。ジャッジ北尻10対9、青クリアキ。2人目はクリアキ、うなずいた。ジャッジ大沢
10対9。どちら、青クリアキー。以上判定2対1をもちまして青コーナークリアキー勝負選手の勝ち。新チャンピオンは日本のクロスポイント吉祥寺のクリアキー勝負です。延長判定2対1、大接戦でした。前半のミドルの印象ですかね、新チャンピオン誕生です。タッグでパワフルな中部シーフを下しました。クリアキー勝負選手がノックアウトブラックメダル新チャンピオンに輝きました。ノックアウトでは初のタイトル戦に臨んだクリアキー、一発でものにしました。これがキャリア70戦目。新チャンピオンはノックアウトブラックフェザー級王者クリアキ勝吾です。悔しいですね。そうですね、悔しい選手、悔しい。いやただやはりそのパワー末恐ろしいものがありました。この中部シーフを下してのベルト、今ノックアウトの代表でありクロスポイント吉祥寺の会長である山口元気さんからこのベルトを腰に巻かれました。まあ、今後は会長のに進路も決めてもらおうかなというふうに高崎さん話してましたよ ね、 ね、はいはい、延長に日かって誰も予想してなかったんじゃないですか。そうですね、確かに、どっちかの KO を、ね、予想した人は多いと思うんですけど、ここまでの、ね、大接戦になるとは。いやそれも心配されたのが後半に入ると、うん、チームシーフ有利じゃないかという声も多かったんですが、はい、気持ちを見せたクリアキです。ベルトには興味をこれまで示してこなかったんですが、今腰に実際巻かれてこの景色を見てクリアキは何を感じているかです。一時はもう今後はキックにもおさらばしてアンリミテッドルールでずっとやっていくかもしれないという話もありましたし、かと思えば二刀流でやっていくかもという話もあって、今クリアキ何を思うでしょうか。ベルトを巻いたからには防衛戦していくのか。いやその腰に輝かしいベルトが巻かれました。闘病中の九州のおばあちゃんにもこのベルトをおそらくクリアキは見せに行くはずです。それでは第1接戦を制し見事第2代ノックアウトブラックフェザー級チャンピオンに輝きましたクリアキ勝吾選手より一言をいただきたいと思います。こんばんは、クリアキ勝吾です。ベルト取ったけどもう一回だけ、もう一回だけチューム選手戦いましょう。どっちか倒れるまでが、ノックアウトだと思ってるんで、俺もちゃんと KO できるように、次はしっかりまた練習頑張ってきます。今日わざわざ、地元大分から来てくれた、お母さん、あ、じゃあ、ありがとう。そして、セコンドついてくれたお兄ちゃん、僕をちっちゃい頃から強くしてくれてありがとうございます。また、頑張って恩返ししていきます。そしていつも、クロスポイント、山口会長、いつもありがとうございます。もう一回、半年後ぐらいもう一回チームシーフト選手と組んでください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。見事第2代ノックアウトブラックフェザー級チャンピオンに輝きましたクリアキ勝吾選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。数々のベルトを巻いてきたクリアキ勝吾ですが、このベルトの重みというのは巻いて初めて感じたようです。高崎さん、はい、またクリアキの感情もちょっと変わったようにも見えましたよね。だと思いますね。またそのこれだけのネットを、ね、激闘して、あ、フェニックスがノックアウトのリングで舞いました。
今の言葉だと倒せなかった悔しさもあるんでしょうし、はい、次は完全決着をということなんでしょうか。いやでもこの打ち合い見るともう一回見たいと、そんな気分にもさせてくれるタイトルマッチでした。新チャンピオンは栗明翔吾です。東京都2024ボリューム5にご来場いただきまして